アルサディオーネは、日本の競争馬。主な勝ち倉に2020年のマリーンカップ、クイーン賞、ホーチングランプリカップ、2021年のスパーキングレディーカップ、スパーキングサマーカップ、日本テレビ杯ナーグランプリ2020の4歳以上、最優秀牝馬に選出された。2016年11月13日、 京都競馬場での2歳新馬戦でデビューし、13着、2戦目で勝ち上がる。年明けて2017年は、初めの2戦は8着、6着に終わったが、間を置いて7月中京競馬場の500万、下条件戦で2勝目を挙げ、続くレパードステークスで、ローズプリンスダムの2着に入る。その後しばらくは、ダートグレード競争などダートの中距離戦を中心に、 使われるが2018年のエンプレス杯で、アンジュデジールの3着に入った以外は2桁弱順を重ね続け、夏に専門した条件クラスに高級。高級初戦の三浦特別を勝って、順、オープンクラスに上がり、白川号ステークスとリュートステークスでは3着以内に入らなかったが、8月25日の BSN 賞では先手を奪ってそのまま逃げ、 ナムラミラクルを接戦で下して4勝目、格上調整にしてオープンクラスの競争を制した。JBC レディスクラシック12着を挟んで出走の12月のクイーン賞でもアイアンテーラーの2番手からそのまま2着に粘った。2019年もダートグレード競争やダートのリステッド競争に使われるが、スパーキングレディカップと BSN 賞で連続2着だったのが最高の成績で、 11月の下月ステークス13着を最後に、大井、堀千秋旧舎に移籍した。移籍初戦、2020年の TC 形状を逆ずきは10着に終わったが、次戦のホーチングランプリカップでは、中央時代にも気丈経験のある岩田光生の手綱で、スタートから逃げの手を打ち、そのまま押し切って、重賞を初めて制覇した。 エンプレス杯は折り合いを書いて11着に終わるが、4月2日のマリーンカップでは、再度逃げ切り勝ちを演じ、安城の矢の高行管理する、堀千秋ともどもダートグレード競争を初めて制した。川崎マイラーズ7着を挟み、京成坂月グランドマイラーズで、カジノフォンテンの2着、スパーキングレディーカップ3着と2戦続けて上位に、残り、 9月の宮前オープンでは2着イリオンを6場審査、下して優勝。日本テレビ坂月と JBC レディスクラシックは2戦とも振るわなかったものの、クイーン賞では逃げ切って、重賞3勝目を挙げた。年が明けてのナーグランプリの選考では、満場一致で4歳以上最優秀品馬に選ばれた。また、TCK 大賞の TCK ミストレス賞にも選出された。2021年は、 初戦のホーチングランプリカップこそ5着に終わったが、続く2戦、エンプレス杯で2着、マリーンカップ3着と盛り返す。柏記念は、カジノ本店の8着に終わるものの、次走のスパーキングレディカップでは2着リネンファッションに6馬審査をつける、逃げ切り勝ちで重賞4勝目、2008年の当選女王以来のスパーキングレディカップでの地方馬勝利を達成した。 さらに8月のスパーキングサマーカップでも逃げ切り勝ちで、重勝5勝目を連勝で飾ると、船橋で日本テレビ坂に出走、長期休養から復帰した1番人気のクリソベリルに、次、GI 場のダノンファラオを抑えて、地方勢最上位の2番人気に支持される。レースではスタートから積極的に花を主張して、先頭に立つと会長に逃げ、追い込むダノンファラオの追撃を1。 二場審査振り切って逃げ切り勝ちを決め、重賞三連勝を飾った。日本テレビ杯の地方所属場の勝利は2010年の振り遅い以来11年ぶり、牝場の勝利は j r a 地方交流競争になる前の1995年に KF ネプチュンが勝って、以来27年ぶり、交流競争に指定されてからは、初の勝利となった。以下の内容は、ヤビスサーチ、 netkeiba.com 地方競馬全国協会に基づくありがとうございます。